始まりました。ガムボーイ2本目の動画でございます。イエイ。はい、ということで、まあ、今回もね、腕は動かないんですけど、1本目のね、動画で、風景写真の応募をね、皆さんから募集してたんですけど、続々と写真の方をいただいております。ありがとうございます。本当に感謝でございます。ただね、ちょっとね、まだ今選定中ということなので、今回なんですが、ドット絵を描いていきたいと思います。ガモボーイことこのガモなんですが、ドット絵がね、好きでございまして、まだまだね、ちょっと発展途上ではあるんですが、まあ描いていって、どんどんとこうね、経験を積んでいきたいなということで、まあ楽しんでいければなと思いますので、やっていきたいと思います。今回のドット絵ですが、まず何をやっていくのか、何を描くか、決まっておりません。はい。なのでね、まず何を描くか決めていこうかなと思うんですが、こちらのガモ、まあ見た目からもわかるかもしれないですし、1本目の動画見ている人はわかるかもしれないですけど、まあモンスターだとか、魔物、クリーチャー、怪物みたいなのをね、描くのが好きで、まあ何ってね、絵は描く人に似るみたいなことも言いますからね。まああんまりこう、可愛い女の子とか、かっこいい男性みたいなのは、まず、描く素養が足りんっていうところもありまして、まあね、鏡見てもインプットできるのはモンスターだけというような状況でございますので、まあそんなことは置いといて、まあモンスターを描こうかなと思っております。さて、まずやっていくのはこちら。ルーレットでございます。まあモチーフをね、決めれない人っていうのは多分多いと思うんですが、まあネットを探ってたらね、こう勝手にこうモチーフを決めてくれるとか、まあネタをこう提案してくれるサイトとかもあるんですけど、今回はルーレットで属性だけ決めていこうかなと思います。決まりました。今回は闇属性のモンスターを描いていきたいと思います。早速描いていくんで、iPad を取り出して描いていくんですが、はい。昔からね、やっているんですが、こう発想するときに、まずはこう闇とかこうテーマをまずは書いて、脳みそからこうバーっとね、いろんな連想ワードを出していくわけですよ。まあアイデアはね、既存の要素の新しい組み合わせというのをね、ヤング先生がよく言っているのでね、まあそちらをね、拝借させていただいております。ありがとうございます。はい。で、今回の何個かテーマを出したんですが、描きたくなったのは毒と月という組み合わせで描いていこうかなと思います。まずはラフを描いていきたいと思います。まずこちら取り掛かったのが月というところから、まあ三日月の形ってなんか鎌みたいだなーみたいなところから発想して、そして月にね、ウサギがいるなーとか、あとは十五夜の団子がこう毒団子になってたらいいんじゃないかなみたいなところで書いてできたのがこいつ。はい。そして次に書き始めたのが、まあシンプルに月を毒でこう溶かしたら可愛いんじゃないかな。あ、クレーターってこう見た目的にも可愛いし、なんかこう毒感をこうドクロで出すとかも可愛いかもなーっていうところでねっとりした月でできたのがこいつ。そして最後に月、月といったらまあ月のワグマとかというところで、まあゾンビみたいな月のワグマ、毒に侵されてる感じでできたのがこいつ。はい、3つラフが完成しましたが、これを並べてね、どいつをドット絵にしようかなと悩んだ結果、はい、こいつをドット絵にしました。なんかね、進化しそうだなとか、まあなんかこうストーリー的にも広がっていきそうだなっていうのと、あとドット絵にしやすい線が少ないなっていうところからこちらにさせていただきました。可愛いでしょ。いうことで完成したね、のがこのイラストなんですが、名前とかは特に今決めてございません。まあちょっとドット絵っていうところもあるので、まあゲームっぽいっていうところがあるので、まあ名前であったりとか、なんかステータスとか技とか、なんかこういう特徴みたいなのがね、コメント欄で書いていただければ、こうね、また皆さんとこちらもまた募集みたいな形になるんですけど、まあガモが気に入ったのがあればそれを採用させていただこうかなと思います。拝借させていただきます。よろしくお願いいたします。ということで今回はドット絵でございました。それではまたどこかでお会いいたしましょう。